桜の塔は、テレビ朝日系、木曜ドラマ枠で2021年4月15日から6月10日まで放送された、テレビドラマ。主演は、玉木博士。全国で活動する、警察官は25万人。その頂点に君臨するのが、警視総監である。警視庁刑事部捜査教助仮次官、上条さざなみ警視は、そのたった一人しか着くことが許されない椅子に座る。 ことを目指す、野心家である。相関になるためにはどんな手段も選ばない、冷酷な姿勢を、さざなみの幼馴染みである警視庁刑事部捜査一課主任、水木総警部補は、危機感を感じながらも彼を気にかける。さざなみが、そこまでして、相関の座を狙う理由は、幼少期に起きた父親で、元刑事の上条勇人氏の死にあった。さざなみは、 父親の死の真相を明らかにするには、警察組織で一番の権力を持つ、警視総監にならなければいけなかったのである。警視庁内に存在する、東大派、薩摩派、戸様派の、派閥争いや凶悪犯罪などに巻き込まれながらも、桜の塔を駆け上がっていく、さざ波の戦いが始まった。刑事部血縁や学歴にこだわらない、実力至上主義を掲げる、戸様派のトップ。 仙道が部長を務める。刑務部、東大派のトップ吉永が部長を務める。東大村と、揶揄されるほど吉永の派閥で占められている。警備部、薩摩派の権藤が部長を務める。警視庁本部、桜の塔アナザーストーリーのタイトルで、2021年5月6日より、動画配信プラットフォーム、テラサで、独占配信。岡田武史が演じる、東明馬が主人公。 全3話、警視庁内の権力闘争に巻き込まれていく戸賀氏の人間性や知られざる一面を浮き彫りにするエピソードが描かれる。ありがとうございます。